大礼服の原原修二郎から1934年3月6日は、明治から昭和期の実業家、政治家、衆議院議員、卓務大臣、鉄道大臣、現在の京都府綾部市で原虎校の次男として生まれる。1884年3月に綾部小学校を卒業し、その後、1886年まで代用教員を務める。 1892年、弁護士事務所に入り、1893年、東京法学院に入学するも後に退学。1896年、台湾新築法院雇いとなり、裁判官心得に進む。1901年6月、台南県弁務所長に就任。同年11月、台湾総督府警司、保安課長に就任し、1904年12月に、 退職した。その後、実業家に転じ、1906年12月、台湾東部拓殖支配人となる。1910年8月、台東拓殖合資会社を設立し、代表社員に就任。さらに、台東拓殖政党株式会社取締役、カレン電機株式会社社長などを務めた。政界にも進出し、妻の実家のある、 茨城県から1912年5月の第11回衆議院議員総選挙に出馬し当選。1920年の総選挙で一度落選するものの1924年の総選挙で返り咲き、1932年2月の総選挙で落選するまで6回の当選を果たした。1931年4月、第2次若月内閣の卓務大臣に就任。同年9月、 鉄道大臣に移動し、同年12月に内閣総辞職となるまで在任。その他、立憲民政党総務、顧問を務めた。ありがとうございます。